最後の晩餐何がいい？ババアの史跡のおひたしかな。贅沢だね。どうも、これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼います。ワッ、ね、ウスはパーク立ち入り禁止なので、そこがいいんだ。毒物の見解としてどういうことやってそうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、国分とダイヤマイトコウスケです。こいちです。今回はですね、はい、レオナルド・ダ・ヴィンチが最後の晩餐に隠したメッセージご紹介していきますよ。ダ・ヴィンチの有名な最後の晩餐という壁画なんですけども、はい、これに彼はですね、いくつものメッセージを隠していたのではないかと。なんかめちゃくちゃこすられるって言い方がいいのか分かんないですけど、うん、何にしてもこの絵が隠されているで出てくるよね。言われるんだよね、構図からとか。うん、なんかそもそもダ・ヴィンチは自分の絵にいろんな謎を隠していった人だから、うん、ちょっとねこう考察されがちなんだけど、うんうん、早速見ていきますか。はい、どうぞ。まず最後の晩餐はですね、サンタマリア・デレ・グラツィエ教会というですね、イタリアのミラノにある教会に描かれています。うん、よく行くね。行くわけねえだろ。行ったことねえだろ。まあ年2回くらいかな。嘘つくなよ。ダメだよ、笑っちゃってんだもん。ということで、まあ、この絵はですね、うん、まあ、ダ・ヴィンチが描いたもので、うん、結構もうオリジナルの部分がね2割ぐらいしかないっていう風に言われてて。あ、そうなの。そう、何回も修復作業が行われてはいるものなんですよ。最後の晩餐を描いた画家って結構今までにもいたんですけど、うん、そのほとんどが後ろにこう光の輪っかが描かれていたりとか、うん、裏切り者ユダだけが除外されてるというか別の描き方をされてるみたいな。でもやっぱみんなこう銀貨の袋を持ってるイメージあるけどね、ユダが。うんうん、なんか他の絵とかだとユダだけこの光の輪っかがないとか。ああ、そうね、その区別はされてるのよ。ダ・ヴィンチもでもそうじゃん。ダ・ヴィンチはそう銀貨持ってるだけで、なんかナイフ持ってなかったっけ。ユダは持ってない。ユダは持ってない、うん、他の人が持ってます。ああ、なるほど。っていう感じで、うん、なんかね結構ユダが銀貨以外の部分で分かりにくくなってるっていう、はいはいはい、描き方をしているのが、まあ、あのダ・ヴィンチの絵の特徴ですね。なるほど。まあ、そもそもこの絵の意味はキリストが処刑される前夜に、うん、この中に裏切り者がいるって言ってあたふたしている十二使徒と食事をしているシーンを描いたものなんですね。うんうん、でいろんな研究がされてるんだけど、まず一つ目の説がですね、うん、この最後の晩餐を反転して元の絵と重ねた時に、うん、ちょっと画像を見せるんですけど、うん、赤ん坊を抱いたような人が出てくると。こちらですね、はい、で、まあ、これどういったメッセージだったのかというとですね、うん、中央に座ってるのがキリスト、はい、で左に座ってるのはヨハネという人物だというふうに言われてるんですけど、はい、まあ、実はこれがヨハネではなかったんじゃないかっていうふうに言われてて、はい、誰なのかっていう話なんですけど、うん、マグダラのマリアっていう女性だったのではないかと、うん、でこの人はどういう人なのかというと、キリストが死ぬ前にキリストの子供を身ごもった女性だったのではないかと、うん、キリストが一発やった女ってことですね。言い方がクソ悪いな。じゃあキリストの子孫が実はいたんじゃないかと。そういうこと。なるほど。でこの絵が左のヨハネって言われている人物とキリストの服装が赤と青の対比になってるじゃん。はい、なってますね。で M の字が浮かび上がってくるんですね。でこの M っていうのは何なのかっていうと、マグダラのマリアの M と結婚を意味するマリッチの M だったのではないかと。なるほど、うん、じゃあダ・ヴィンチが何を言いたかったのかっていうと、うん、ダ・ヴィンチって普通の人じゃ入れない図書館みたいなところに出入りすることができたんですよ。ほう。それがまあキリスト教の秘密とかが描かれてるっていう風に言われてる場所で、うん、なるほど。つまりキリストは本当は子供がいるっていうのをこの絵の中に隠したのではないかと。なるほどね、はい、はいはいはい。それをみんなに伝えたかったのではないかと、うんうん、いうのが、まあ、一個説として言われているものです、はい、続いてのメッセージがですね、はい、イタリアの音楽家ジョバンニ・マリア・パーラという人がですね、とあるものを発見しまして、はい、最後の晩餐に描かれているパンの位置と13人それぞれの手の位置見てみたら、うん、楽譜が浮かび上がってきたと。なんじゃそりゃ、すごすぎるだろ。それで、ああ、よくこの最後の晩餐の絵を見てほしいんですけど、うん、3人ずつに描かれてるんですね、キリスト以外が。はいはい、つまりこれは賛美歌とかを書く時の3拍子を表しているのではないかと。
天才すぎるよ。絵もめちゃくちゃうまいし、ね、曲も作れんの。そう、絵の中に曲を入れてきたと、この男は。もう、なんやねん、こいつ。やばいよな。発明家でもあるんでしょ、確か。そう。まあ、数学とかもできるし。なんなんだぞ、こいつは。音楽のスペシャリストもあるから。すごすぎるな。最強の天才なんですけど。で、まあ、この曲、右から左に演奏するんですよ。うん、はい。これなんでかっていうと、ダ・ヴィンチは全ての書物を右から左に鏡文字で書いてるのね。すごいな。意味わかんない。意味わかんないけど、うん、はい、でそういう風な書き方をしてるから、まあ、おそらく右から左に描いてるのではないかと。でちょっとどんな音なのか気になります。はい、ちょっと流せるかわかんないですけど、流せたらこう流れます。聞いてください、こちらです。流れなかったら、まあ、皆さんで検索してみてください。はい、今流れた曲、絶対音感とか思ってる人ならわかると思うんですけど、実は一箇所不協和音が入ってるんですよ。分かってた。嘘つけ。その不協和音の音符の位置がユダ。そう、ユダが持ってる手の位置なんですよ。そうなんだよね、半音ちょっと違うんだよね。分かってねえだろ。知らねえけど半音違うかどうかも。殺すぞ。強いよ。つまり確実にもう音符ってことなんだよね、うん、わざわざユダのところだけ不協和音にしてるっていう。そうだね、天才すぎるメッセージ。天才すぎるメッセージだね。やばいよね、これ。アーティストすぎない。すごいな。すごいよ。続いてのメッセージがですね、うん、ダ・ヴィンチによる予言です。最後の晩餐の絵が描かれてる部分の上の部分もダ・ヴィンチが描いてるものなんですけど、うん、それはなんか時間を表してるものだと、うん、そこを研究した学者がいる。それを解読してみたらですね、うんうん、ちょっととんでもない予言が描かれていたと、はいはい、ちょっと読みます、はい、地球が4006年3月21日に大洪水に見舞われ、同年11月1日に最後の日を迎えると。これはありえません。え、これに関してはありえません、うん、ありえません、はい、これは間違いです。いや、わかんない、うん、わかんないですよ。だから分かんないことを言ってるだけですよね。確認しようがないことを言ってる、うん、でもダ・ヴィンチは天才ですよ。まあ有名な話をじゃあ持ってくるとするならば、うん、はい、ノストラダムスの大予言、はい、地球が滅亡する、うん、滅亡しませんでした。はい、それと一緒です。一言ちょっと言わせてほしいんですけど、はい、都市伝説やめちまえよ。お前は向いてない。どんなに素晴らしい天才だったとしても、うん、所詮ただの天才のジジイです。未来は予知できない。未来は予知できない。うん、あ、やめちまえよ。うん、もういいよ。お疲れ。最後なんですけども、実はこの絵は最後の晩餐じゃなかったんじゃないかっていうものなんですよ。はいはい、なんでかっていうと、最後の晩餐の後ろ、これさ、どう見ても昼じゃないっていう。うん、なるほど、うん。夜飯じゃないと。最後の昼食だったと。最後の昼食だったと。はいはいはい。うん、あと、ユダがもう銀貨持ってるのよ。で、これっていうのは、ユダはキリストを裏切って告発して、処刑された後に銀貨をもらうっていう約束だったの。なるほど。すでに持ってるじゃないか。もう銀貨持ってんじゃんっていう。はいはいはい。だから何なのこの絵は、どういう時系列の絵なのっていう。なるほど。うん、ちょっと分からなくなっちゃってるんですよね。だから何を表したかったのか解読できないんですけども、だから最後の晩餐だけど、うん、夜にしないで、うん、昼間っぽくしたことに意味があるのかもしれないね。そう、なんだと思う。よく映画でありがちなのは、コードを解読していくうちに、うん、ずらすんだって言うと、うん、黄金が出てくるパターンのやつです。お前バカだ。これをこうすれば。ちょっとわからないんですけども。でもなんか隠されてんだろうね。なんかがきっと伝えたかったんだろうな。僕ルートない名前と。ってことで以上、レオナルド・ダ・ヴィンチは最後の晩餐に隠したメッセージでした。うん、面白いね、はい、本当にレオナルド・ダ・ヴィンチってすごいんだなっていう。この一枚の絵でめちゃくちゃ情報量あって、うん、未だに解読させない、しかもまだあるだろうと感じさせる、全てに意味があるように見させる、うん、これ僕思うんですけど、うん、ワンピースもこうなるんじゃないかなって。これもしかして音符が出てくるみたいな。ないです。ないかー。なんだてめえそれ。
怖い。厳しい。厳しい。なんで。じゃあまあやってきましたけど、はい、なぜ最後の晩餐なのにまるで昼間のような風景にしていたのでしょうか。はい、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい。天才の考えることは分からない。ただこれに関しては判明しています。なるほど。ダヴィンチがここで何を伝えたかったのか、それはですね。わかりません。気分です。そのシェフの気まぐれサラダ的な広いんすっかつって君の方が洒落てんなみたいな、なんかよくねっつってやっぱランチっしょ。でもマジであるから、ね、ふざけてそうよ。マジであるよ。分からんか。なんかあえてフェイクも入れるみたいな。そうそうそう。全てのことに意味があるわけではないみたいな。ありそうですよ。皆さんは極太の冒頭に本当に意味がないとお思いですか。本当は大変な意味が込められているのかもしれません。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太のマーケットシスコナー、今回はですね、なんなん、早くやれよ。おい、殺すぞ。本当の都市伝説持ってこいよ。本当の本物の都市伝説持ってきました。はい、お医者さんにアンケートを取ったところ、直腸異物の症例を処置した経験がある方が 36.2% を占めているということが分かりました。医者に3人に1人がじゃあ夢追い人と対面してるってこと。そういうことだ。もうナチュラルすぎて肛門ニュースじゃねえかよ、もう言わなかったけどどうやら3人に1人の消化機械の人かな、うん、が直腸異物、夢追い人に会ったことがあると。どんな人なんだろうね。かっこいいんだろうな。あなたのお父さんお母さんも夢追い人かもしれません。以上、極太ダイナマイトでした。めっちゃ嫌。ありがとうございました。